お13日、カポレージーシー、米ハワイ州6563ヤードパー72現地時間の14日水曜日に開幕する、米国女子ツアーの、ロッテ選手権。日本からは7人が出場。開催に先立ち、予選ラウンドの組み合わせが発表された。注目の支部の日向子は、マライアスタックハウス、マリーサスティーン、もに、米国との組み合わせ。 二週前の海外女子メジャー、ANA インスピレーションでは、悔しい予選落ちを喫した、渋野ひな子。初めてのハワイで、どこまで調子を上げることができるか。畑岡奈社は共に、メジャー発射のジョージアホール、イングランド。ダニエルカン、米国と、同組。推薦出場の笹藤ゆかは、マリア・トーレス、プエルトリコ。ミナハリガエ、米国。 川本ケツは、アンキャサリン・カングウェイ、カナダ。チャンス・ウンチャ、台湾との組みに入った。上原彩子は、リネア・ストローム、スウェーデン。アルバン・バレンズエラ、スイスとの組み合わせ。野村・聡トは、エマ・タリー、米国。ガブリエダル・フェルズ、オーストラリア。山口・鈴夏は、ヘリー・ムーア、米国。アンバンダム、オランダとのグループで。 予選二日間を戦う。初日のスタート時間、1番、畑岡奈社8時17分、15日午前3時17分、渋野ひな子13時34分、15日午前8時34分、10番、川本結7時11分、15日午前2時11分、佐藤ゆか7時22分、15日午前2時22分、上原彩子8時39分、 15日午前8時39分、山口鈴夏12時17分、15日午前8時17分、野村聡慶13時34分、15日午前8時34分、女子ゴルフ、5月、ワールドレディスサロンパス杯は無観客で開催、部の日向子が、全開覇者日本女子、プロゴルフ協会、ジェルピー側13日、主催する国内メジャー、ワールドレディスサロンパス杯、 5月6日から、茨城、茨城 GEC を無観客で開催すると発表した。昨年は中止となり、前回2019年大会は、渋野ひな子22イコールサントリーがツアー初優勝を果たした。新型コロナウイルスの感染拡大による措置で、団長の思いで無観客開催とすることを決定しました。感染を楽しみにされていました。 たくさんのファンの皆様には深くお詫び申し上げますとしている。国内女子ツアーは同大会が今年1試合目、そのうち7試合の無観客での開催となった。一方、ジェルピーガと共とに主催者に名を連ねる日本テレビは従来、録画放送だった最終日9日を地上波で生中継。 放送時間内に試合が終わらなかった場合には、大会ホームページで、無料配信する。メジャー初戦のワールドレディスサロンパスカップは無観客、開催国内女子ツアーのメジャー初戦。5月の、ワールドレディスサロンパスカップ、6から9日。茨城、茨城 GC と C イコール放置新聞社公演の、大会主催者の日本女子、プロゴルフ協会と日本テレビ放送網は13日。 新型コロナウイルス感染症対策のため、無観客で開催すると発表した。これを受け、日本テレビは新たな試みとして、9日の最終日は地上派生中継を行い、放送時間内に勝負が決着しない場合は、大会ホームページでホールアウトまで無料配信することを決めた。さらに現地で観戦できないファンに向けて、 フルーストアで大会4日間毎日、一部のホール、練習場などの映像が同時に視聴できる8チャンネルのライブ配信を実施するという、詳細は大会公式ホームページにて、同大会は、昨年は新型コロナの影響で中止、2019年大会は渋野ひな子22イコールサントリーイコールが初優勝を遂げていた。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。